9月23日セリーグ順位まとめ。あーよっしゃー、勝ったー。じゃあ優勝決定きたー。大勢最高や、大勢ありがとう。マジック4や、ナイスゲーム。静まり返る甲子園たまんねー。しびれたなー。よう頑張った。これは優勝いけるわ。終わった。終戦か。負けたでー。何してんねん。終わりました。つまんねー。あー CS に切り替えていこう。おしまいいける。終戦かっこ今シーズン4度目。打てないのが悪い。奇跡起こらず勝ったー。勝ちましたー。スワホー丸山投手プロ初勝利おめでとうございます。小沢安定してるな。よかったー。やっぱ村神様やね。珍しく打つべき人が打って決勝点になって勝った。並木の守備が勝因。丸山よかったな。良い使われ方ではなかったけど、自分の力である程度序列を上げてきてるし、正直3位をどこにするかはヤクルトが決められる状況にある。不正なヤクルト負けたわ。ひどい試合最悪。何も起こらず明日からの仕事が激しくつまらん。1勝1敗を繰り返す微調整チーム。単純に弱いね。13安打も打たれてたのか。負けて当然か。なんで広島負けてんのに付き合うんだよ。情けないわ。広島と仲が良すぎる。皆さんお疲れ様でした。よえー、中日のいじめが耐えられない。新井さん、あなたが言ってた勝負はいつですか。気がつけば貯金1。新井は反省せよ。こんな歴史的新打線作ってプロ野球セット今月で解約するわ。中日のピッチャーみんな自信持って投げてるもんな。ビジター11連敗。マジで打撃コーチの責任は追及すべきだろ。これ松木平打てないって誰なら打てるにゃ。勝ったがねー。立浪ブースト来たー。じゃあ立浪ドラゴンズ強すぎる。4連勝ドラゴン。赤いとこにだけは負けない。これは5位で終わるチーム。辛いさん辛そう。キャラタッちゃんかっこいい。立浪ブーストという方に広島が弱いな。なぜもっと早くにこれができない。大勢ありがとう。坂本ありがとう。すごい試合だった。寿命縮む。とりあえず坂本への土下座からスタートするわ。緊張する試合だったな。狙ったかのような1対0返し。坂本ユースはみんなで優勝や。バルさんがしっかり抑えたのが何気に大きかったわ。阪神ファンにあれ、これ追いつけるんじゃね。で希望持たせてからのこれよ。昨日の菅野、今日の投手全員、本当によくやった。まさかケラーがどっちのチームにいるかで優勝が決まったのでは。大勢お前にどと阪神ファン名乗るなよ。まあ、デルがブレーキすぎた。点取れる時に取れないからこうなるんやな。めちゃくちゃいい試合だったけど勝ちたかったな。ラストエリクサー原口、両走ったわ上田。打てないのが悪いハルトがかわいそう。ケラーにやられて終戦とか、一番情けないやん。ぶっちゃけ盗塁の球こそ打てるチャンスやったわ。森下とテルちゃんがあれじゃ勝てんわ。ノーアウト二塁で進塁すらできんかったからな。まだわからんよ。諦めたらあかん。これ徳山超えたんじゃないか丸山。結構喋れる丸山くん、大人だな。防御率 0.5 で敗戦処理だからな。来年は丸山の序列を石山木沢よりは上げてくれ。戸田の守護神やってたやつは活躍するね。横浜最終戦勝ててよかったな。シーズン終わりに良いニュースあってよかった。一定指名投手は難病で引退した徳さんくらいしか活躍してないから、丸山投手頑張ってほしい。最後にオースケンに打たれたのが痛いな。来年はダブル丸山躍動してほしいな。スタメン一番梶原じゃなきゃな。当選にはなってた可能性。一発狙いで打ち上げて自己中な打者多いな。ツーアウトランナーなしから4点取られる先発の負け。ただの負けじゃないんだよ。あずまでの負けだからダメージはでかい。あずまで勝てなかったら誰で勝てるんだよ。昨日までの3日間で誰か一人でもまともに投げれてたら、あずまを引っ張る必要もなかった。9試合連続 QS 失敗で、また初をプレゼントしちゃったの。何年村上にカモにされ続けるんだろう。中日3位空いてる。なほどの最後の2試合でも1点止まりかよ。体感2時間ぐらいで終わった。森の高騰だけが収穫だな。森8回95球1失点の何がいかんのですか。もう広島の見物は9月に何回するかだけや。1週間に1回しか勝てんなら29日勝ってくれるかな。森くんにいつもこんな表情させてる。点が取れないんじゃ勝てない。立浪カープの攻略法教えます。立浪ずるいぞ。なんで中島と中田出さねえんだよ。多くのファンは怒りというよりも早呆れている。広島大失速すぎる。立浪の満面の笑み、もはやニコニコ通り越して爆笑してるな。立浪チームが躍動しとるな。退任就任繰り返せば優勝や。荒いうつ病みたいな表情やな。最後投げてたの清水っていうのか。いい投手だな。千賀を思い出したわ。そら甲子園優勝投手だからな。なんか球に勢いが乗ってきたな。スタミナつけてきたか松木平。今日の松木平は完璧だったな。ストレートは表示145超えて構えたとこビタビタ。フロントドアバックドアも見せてくれた。トリプルシックス回避濃厚になった。まさに天王山って感じの2試合だったな。いやめちゃくちゃで会話マジでよく勝った。グリフィンもよく頑張った。やばい泣きそう。グリフィン頑張ったし、昨日先般の坂本が決めてくれるとか最高よ。本当に連戦得点1で1勝1敗で済んでるの投手のおかげだよ。今日は開幕旅のケラー様様やわ。ほんまに大勢逃げて出したのやばくね。大事なさそうだが本当に余計だったな。投手陣が全員最高だった。もう甲子園はないから安心やな。坂本でやり返すとはな。ドラマだな。勝負ごとってこんなもんだよな。有利と言われててもわからない。トラや優勝おめでとう。まだ優勝諦めてねえくせによ。よく言うぜ。残り阪神が何しようが巨人は4勝2敗でいい。今週5連戦があるからそこで決めよう。阿部何回言うことあるやろ。なんで岸田の前でバントしたんですか。早と決勝打での勝利があまりにもでかい。普通の勝利の何倍もでかい。応援でこれだけ疲れたのは久しぶりだわ。みんなお疲れ様。序盤のグリフィン見たらやっぱり調子は良くなかったな。結局一本が出ずに立ち直らせてしまった。まあ試合は閉まってたから見応えあったよ。正直今年の野手陣の出来でここまで楽しめると思わなかったわ。上田は最後よく決めたな。あんな失敗したらボロクソ言われるだけじゃ済まない場面でよく走ったわ。去年はこんな時に森下が打って勝った感じがある。正直誰も悪くない試合。どっちも投手が良かったよ。大山のツーベースのとこが無失点で負けると思ったわ。ここでケラーが巨人初勝利って皮肉なんてレベル超えてる。森下ってデーゲーム苦手か。なんか打ってない気がする。今日で緊張の糸切れてそうでな。残り試合嘘みたいに負けそう。なんか楽になった気持ちやわ。よくここまで追い詰めた。ほんまにもう残り試合全勝して間接的にプレッシャーかけるくらいしかできんけど、選手は諦めず頑張ってくれ。B3 リリーフ待機させた意味丸でなくて笑う。巨人22敗のうち6試合が完封負けな。広島ファンに比べたら阪神ファンはまだいいよ。巨人が3つ負けて阪神が5連勝なら逆転優勝やぞ。薄い確率やけど次の横浜巨人戦見てからや。終戦宣言は村上が完全に三冠王時代を思い出してて涙出ますよ。残り試合見ると順位争いにおいて鍵を握ってる感あるな。うち今年交流戦が福岡であったんだけど、福岡遠征
生の直前に二軍行きを宣告されたのが丸山翔。親とか世話になった人を呼ぶ手配もしてただろうに、自分はかわいそうで涙が出てきた。遠征あとは松田の3試合のみか。一番黒いの残ってるやん。小沢ってサイドスローって認識だけど、米さんはスリークォーターと言い張ってる。手首を縦気味出したまの出所で言ったらスリークォーターの方が近いかもな。長岡も打賞、近本1安打、細川1安打、秋山無安打、いける頑張れ。リリーフの形と整うのが8、9月なのだな。序盤は清水香山、中盤は木澤田淵越石山、かなり遠回りした感あるわ。意地でも香山清水使って難敗したことか。巨人コレ神宮で胴上げやろ。来年がサンタナ村上オスナ山田がいて、成長してる長岡、最後の年になる。優勝しよう、吉村、高橋、ヤフ、丸山、ロド、大西と出てきたからチャンスある。森上と浜口吉野東で、2勝2敗ならバンバン在だろ。平松誠二、ヤシは黙と、東の2年連続最多勝をバックアップしないとダメでしょう。まあ東に今シーズン頼りすぎたつけみたいな試合だったな。村上は打率クソでも、ヒットを捉えるよな。次はこっちは対巨人で、広島は松田でヤクルトだから、4位転落待ったなし。そもそも広島が崩壊してなかったら圧倒的4位だったろ。今だって広島が息吹き返したら終わるで。今日は展開的にビハインド登板になったけど、ウェンデル剣は勝ち場から外してくれ。三浦が梶原に見切りをつけられただけでも勝ちがある試合だったろ。ブルペンに左殺しがいないのがきついわ。右殺しは中川がいるのに、梶原と反比例して牧が伸び伸びと打ってるの笑う。今永が海の向こうで173イニング投げてる。失ったのはかなりでかいわね。東も疲れだけならまだいいが、大谷みたいに2回目じゃないよな。なんか今年の集大成みたいな試合だった。矢野の盗塁失敗のとこなんだったん。ここまで打てんなら逆に理解できるわ。盗塁矢印バント矢印犠牲フライか内野ゴロで得点しか点取れん。この打線で補強が必要ないと判断したとか、勝負とは思えない。荒井95勝ち星。名古屋のファンは優しいな。神宮では引き上げる選手に容赦ない味が飛びまくったのに、勝ってる時も打線はずっと低調なのに、何の手こ入れもしないんだから、そりゃ投手が打たれてきたら全く勝てなくなりますよ。西武の前人未到、打線よりホームラン少ないってやばくない？3本柱って9月は0勝なんでしょ。なんでそんなの優遇してるのか、なぜ代々戸村なのかよくわからんかったな。明日スタメンなのか。ここに来て急に堂林使わなくなったな。批判されるから、今日に限ってはどっかで出してもよかったと思うがな。もう3位とかどうこう言ってる場合じゃない。試合内容がグロすぎる。観客いなくなるぞマジで。9月4勝16敗。清水ポーカーフェイスいいよな。福永よう走ったのう。ブライトよ、結果に対するがっかり顔にはもうあったぞ。広島の背中見えてきたな。で、ダッツ顔色良くなったな。やっぱ自分が見てきた選手が活躍して嬉しいんやな。先週ダメだったピッチャーが2人とも勝ち星作って、広島打線ひどいな。今季最多観客数。石川には当たり強いな。立浪それだけ期待してるのか。広島は中日戦は全く同じ負け方で負けたな。これを来季ひっくり返す能力は荒井にはないな。高谷が本気出すと言ったと聞いてきました。鵜飼は使い続ければ5本は打つ。その10倍以上三振する。強くするなんて誰でもできるが、客を呼べるのは立浪。何年か後に立浪チルドレンで優勝しそうだな。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。